世界三大研究展は、バウマ、インターマット、コネクスポという世界最大級の建設機械の国際見本市の総称。これらの見本市には、世界中の建設機械メーカーや部品メーカーが商品の出展を行っている。基本的に、の順に1年ごとに順次開催される。なお、過去の状況として、1986年はすでに1年ごとに順次開催される。 現在の形式であった。もっと遡ると、コネクスポは、1969年には6年に一度、米国入りのイシューシカゴで開催されていた。バウマは、1954年にドイツの展示場として始まり、1971年には2年ごとにミュンヘンで開催されていた。バウマは、バウとマシナリーを意味する。現在では、アメリカのコネクスポ、フランスの、 インターマットとともに、欧米で開かれている、建設機械等に関する展示会の中で最も大きい展示会となっている。バウマ研究展は、正式には、国際建設機械、建設資材製造機械、建設用車両専門見本紙と呼ばれ、ミュンヘン見本紙会社が主催し、ドイツ機械工業連盟と、欧州建設機械工業連合会が講演している。主な展示機は、タワークレーン。 油圧トラッククレーン、機械式、トラッククレーン、油圧ショベル、ホイールローダー、ダンプトラック。日本から3社が出展。主な展示機は土木機械、クレーン、舗装機械、コンクリート機械、高所作業車、トンネル機械。前回のバウマ98から会場が新民編ンン国際見本市会場になった。出展企業の多い国とその企業数ドイツ。 1247社、イタリア、377社、アメリカ合衆国、119社、イギリス、116社、フランス、76社、オーストリア、65社、オランダ、62社、スイス、45社、スペイン、45社、スウェーデン、40社、フィンランド、33社、韓国、26社、デンマーク、23社、ベルギー、23社、23社日本、21社、日本の主な、 出展企業今回からマイニング技術、鉱山機械に焦点を当てた新セクターマイニングが設立された。出展企業の多い国とその企業数前回と比べて屋内会場二棟の増設、屋外会場は新たな会場が拡張された。出展企業の多い国とその企業数展示されていたのは主に次の機械。ブルドーザ、ローダー、油圧ショベル。 道路建設用機械、破砕機、リサイクル機械、リフティング、ハンドリング、トラック、ボーリング機械、圧縮機、コンクリート機械、測量機械。コネクスポは、コンストラクション、エキプメントエクスポジションロードショーの略。規模的には、コネクスポは、バウマ10に次ぐ、世界第2位の規模と言われている。コネクスポは1909年からの歴史と実績を持つ。 展示会。前回のコネクスポ2005と比べ、展示面積は約4%増、出展者数は約10%増、来場者数は約16%増。日本の主な出展企業は知コーポレーション、アトラスコブコ、ブリジストン、蓄水キャニコム、電用、コガロックドリル、コガ機械金属、ひたち研機、IHI 研機、コベルコ研機、クボタ、 もろか、日本ニューマチック工業、岡田アイオン、住友県機、東洋空気製作所、ヤンマー県機、明和製作所、前田製作所、横浜ゴム、茅場工業、本田技研工業、イスズ自動車、栗山、新大和工業、トップコン、東芝、椿本チェイン、鶴見製作所、ありがとうございます。